ははい皆さんこんこにちは村長です今日はとってもすごいこの数年で僕が一番感動したかなというような AI がやってくれる自動作詞ツールこれがインターネット上のサイトで開発されています。名前はとというというう詩を書く人意味ですねそれで今画面にあるようなこんなトップ画面があります。そして まだ最近新しいバージョンをリリースされたようでその前までの旧バージョンというのは全体でどのように音数が作られているか A メロは 70B メロは90そんなような音数を入れてそこから自動で作成するようなプログラムでした。でででも今回の刷新されたインターーフェースで歌詞を1行ずつ制作できて そしてもし AI が提案してくれたものが気に入らなければ更新ボタンを押すとどん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 その音数に合わせた歌詞が出てくるという素晴らしいものですでは前置きはこれぐらいにして実際の作成に行ってみましょう「村長ミュージックスタジオ」。 こんなシンプルな画面です。そして、今、僕がイデに作ったテストの画面が出ていますが、これは三つの点のところで、新規作成というのを押せば、全く新たに作っていくことができます。ここで、曲のテーマ、キーワードを入力していきます。例えば、空。そして、海。 ここの間は半角のカンマと決められています。そして、そうですね、カフェなんかどうでしょう。こういう一般的なものから、固有名詞までできてしまいます。じゃあ、ここで恋愛ソングかそれ以外か、 視視視点点点は男性性かか女性視点か英語のフレーズは使っていいか日本語ばかりで作成するかこれを選択して作詞をを開始というのを押しますそしてまずは A メロとなっていますのでここに実際自分が作曲した音数を入れていきます。ですからこのソフトはどちらかというと曲先で 楽曲を制作する人に向いているということだと思いますここで例えば20そして次が25また20このような A メロで構成されているとします 次にセクションを追加します。まあ一般的には B メロに行きます。ここでまた音数を入れていきます。そして次はサビに行ってみましょう。 このようにできました。次はシメロを選択しましょう。ここもこのような構成にして、最後また大サビ サビは同じフレーズともし考えるならここは同じようにしておくのも一つでしょうもしくは最後ラストに15音ぐらいのエンディングのテーマが来てもいいかも分かりませんこのように構成を作ったら次は1行作成ボタンを押していきます 空とか海とかかか海ら始まりまりしたねそしてこのソフトのすごいところは A メロって序章ですからそういう風に一気にここで頑張るぞみたいなそういうのはあまり向かないという感じですけれどもそういう音楽的な要素も兼ね備えて提案してくれるような気がします。どんどんんやっていいいきますすななかなかいいですね ああこれもいいですねビーメロいきますはい、えー、ちょっと太陽がこんなにも眩しいからっていうのはちょっと今には臭い感じがしますいやまあまあそれは冗談ですけれどもそういう時はここにある更新ボタンを押すとここで 次の提案をしてくれます。これはどん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 このように作っていきます。ここで素晴らしいのはこの16音という文字数を間違わないでで作ってくれることです。普通自分たちがしようと思ったら指を1234とか折りながらやりますよね。音を合わすというのは本当に至難の技です。 でもこれは瞬間で16文字のフレーズを作ってくれるということですここで本当にこれが合っているか確かめてみましょう「あの丘の上の君が笑ってる」はい確かに16文字になりましたこんなこと人間できますかって感じですよね素晴らしいの。 一言ですす。ね。じゃあサビに移っていきます、はい。きまはもうちょっとインパクトの星まあ1行目ですから2行目どう出てくるでしょうか胸をくすぐるからああこれもまあなかなかいいですよねあの今日のところはですね皆さんいろいろ試していただくとしましてえしジめろ3行にしましたけれどもこれあえて削ると削る時 の方法はこれを仮に作ったとしますその時に削除こういう風にしたら削除できて2行の C メロに変えることができますそして今この2行目の1行生成を押そうとしても押せませんこれも素晴らしいことですいわゆる上の文脈を周到した上で 2行目を作るということで2行目から作ることはできないということですこれは音楽を作る上でとても重要なことだと思いますそして上にあった歌詞が生成できますこのようにしながら今度はサビをいきますサビの20文字をこうしましたらこれをこう重ねてるとですね西の空から虹を見下ろしているようなここに出てきましたよね 同じような言葉を使うことを陰を踏むというような言い方もする場合がありますけれどもサビならこういう持っていき方も素晴らしいと思うんですね。そして次も行きます。みんなの笑い声が僕の胸をくすぐるからそれに対して僕らの笑い声が僕の胸をくすぐるからこれもちゃんとサビっていうものを周到した陰を踏んでいます。そして3行目。 行きますここで浮かんだ雲を見下ろしているようなあいいですねちょっとここだけメロディー変えたようなエンディングテーマになればそして「リタルランド」を入れたようなメロディーを書けばですねとってもいいですねまあ、こういう場合は歌詞先になってもこの1行分を作るぐらいなら音楽制作にさほど問題はないんじゃなかろうかと思います。えー、皆さんもぜひ一度 これを試してみてみですね、今は赤字開発してるようですけれどもまた僕の方も少しは応援ができたらなといいう,うにも考えています。これで出来上がったら例えばボーカロイドとかそして歌声合成僕は今シンセサイダー V というのを気に入って使っていますけれどもそういうところに持っていくとき、もちろん1行ずつコピペというのもいいんですけれども この右端のメニューのところに、歌詞のテキスト表示というのがあります。テキストをコピーしましてですね、その後、ここで自分のいつも使っているような、まあ、僕の場合はメモ帳、こういうところに貼り付けをするのもいいと思います。直接歌声合成のソフトのところに貼り付けるというのも一つですね。ちょっとここでは説明は割愛しますけれども、 例えばこのように隙間がないとうまく歌歌合成ソフトの歌詞枠に入っていかないい場合もあります。いつか紹介したいと思いますけれどもこういうテキストエディターで1文字ずつの間に1文字空白ですねもしくはカンマで区切るとかそういうこともできるような便利なツールも 世の中には存在します。より合理的に、今回のこのソフトもとっても時短ツールだと思うんですね。早い制作をするのに、歌詞を書くのにとっても時間のかかっている人にとれば、1日あってもできないようなことを、AI と向き合いながらでも、20分、30分もあれば、素晴らしい歌詞ができるのではないかなと思います。そして最後に2つぐらい、あと追加のお話をしておきます。 このテーマはいつでも変えることができるんですね。プロジェクトの設定のところでまた魔法のようなお話をします。ここに長渕剛と入れてみます。こう入れたらですね。あ、長渕剛というこういう名詞がですね歌詞に出てくるのか。 そういうふうに僕は初め思ったんですが、そうではなくですね、長渕剛風に歌詞を作るんですよね。これがすごいんですよね。やってみます。どうですか。長渕ファンの人ならわかりそうに思うんですが、言葉の使い回し方が少し変わります。いいですね。これなんかどうでしょう。その後に。 時が僕らを包み込んで皆さんこんなことをよく言いますかね本当にね時が僕らを包み込んでなんていうのはやっぱり作詞家の人しか簡単には出てこないような言葉ですよね夜が窓を叩いていたなんてねもう素晴らしいですよねもう作詞家の人にはちょっと大きな声では言えないんですけどももういいんじゃないですかって 言えそうなそんなソフトだと僕は思いましたそしてもう一つ単語検索のアルゴリズムというのがあってマイルドというのとストロングというのがありますマイルドの方がよりいろんな要素を含めてて自然に作ってくれますでストロングというのはちょっと粗くですねその代わり AI が生成する時間が短くできるようです でもまあそれを考えるとマイルドの方がより味のある歌詞を作ってくれるんじゃないかなと感じますこのように今追加でお話ししたのは有名な歌手名を例えば松戸谷由美さんとかですね米津玄師さんとかあいみょんとかですねそういうのを皆さん一度試してみてくださいまあ例えばちょっとやってみましょうかね この長渕剛を書き換えて。あいみょんとします。そして女性視点視点に変えときましょう。そしたらですね。これが。まあ女性っぽくなるんですが、さらにここでですね。まあ英語フレーズなんかもすれば。 通常は英語フレーズを選んでおいてもそんなに英語は出てこないんですけれどもやっぱりあいみょんというからにはですねはほら見てください赤に変身サーカスオワンチューこういうのってもう長渕だったら作ら作ないですよねここがどうなってるのか AI というのは僕もコンピューターのソフトを開発してきましたけれどもさほど よく分かっていませんえというのは50歳前ぐらいまでですね、えー、20歳ぐらいからコンピュータータの仕事をずっっとやってきました最近はですね2012年に手前味噌ですけど島村楽器のコンテストでファイナリストになってからはですね音楽畑に転身してしてまったんですねもう今コンピューターの難しいことを言われると僕はなかなか分からないんですけれどもでもこういう 新しい要素、今回も Facebook の DTM のグループに紹介しましたらものすごくたくさんの人からコメントやらいいねをいただきましたこういう AI であったりとか新しい音楽の技術にとっても興味がある、えー、毎日の僕のスタイルです是非ともよかったらチャンネル登録などをしていただいて 僕は主に DTM のプラグインであったりとかソフトそういうものを中心に解説動画を作ったりしていましてまだようやく1300人ぐらいになってきた小さな YouTube チャンネルですけれどもぜひ応援の方もよろしくお願いしたいと思います。村長でした